どうも、めざましとみーネットです。というわけでですね、サブ村実況を続きやっていきたいなと思うわけなんですけれども、今ね、中古の飛び盛りのデータと通信中でございます。これね、何を落としたかっていうと、黄金家具をね、全部落としてもらったんだよ。これ全部黄金家具なんだけど、この一部屋をさ、 この一部屋すべてを黄金家具で埋めたら一体何点までね、登り詰めることができるのか。ま、あの、ハッピーホームアカデミーで一体何点までたどり着くことができるのかっていうのをちょっと検証していこうかなと思います。下のさ、隠し倉庫隠し倉庫をさ、まだ作ってないから、こっちのデータでは。だからちょっと厄介な部分ではあるんだけど、なんとかね、ここら辺しっかりと埋めてって、壁のね、 確かね、壁向きに、こういう感じかな。確かこうしたら点数が上がるみたいなことを聞いたんで、ちょ、こういう感じで、バッチリと、まあ、いい点数叩き出していこうかなと思いますと。黄金のベッドとか絶対こっち向きな気がするんだよな。で、ここら辺にもしっかりと、全部置いていく。あ、これ隠し倉庫ないと結構めんどくせえなー。 まあこういう感じで部屋全体を黄金家具にすることによって一体何点まで登り詰められるのか今回検証していきましょうよしというわけで2人目のデータを持ってきましたがちょこの子はねあんまり持ってないからとりあえずえ持ってる分全部出しますまあ、残念ながらね3つしか持ってなかったんだけどちょっとまだまだあったはずだから探すわよしというわけでさらに来ましたよえっとね結構この ここからたくさんの黄金家具を出してもらうことによって多分ねこれで完成はするんじゃないかな全部埋められると思うんだよね埋まらない可能性もなきにしもあらずだけどでこのミネット村長は今手持ちなんもないからこれ全部もらうことによって多分ねこれで いけけるると思うんだけどな全部埋まるはず逆になんか中古のデータこんなに黄金家具持ってなかったかなっていうのがありますねもっと持ってると思ってたわしゃあやっていこうか椅子の位置がちょっとあれだなこっち向けてでなんか壁と逆側にこういう風な感じで向けたら点数が高くなるっていうのを聞いたから ちゃんとそういうのもやっていこうかなと思うわけなんだけど、まあまず黄金の時計を出して、で黄金の時計しっかりとここにあって、これ埋まるかなぁ的量子化って何的量子化って何だこれなんだあ、絶対違う。金色は金色だけど絶対違うやつだわ。で、黄金の椅子出して、で、これ、これも違うだろう。これ、これ金色であって、 金のやつであって黄金じゃないからな。招き猫とかはね、かなり点数高いんじゃないかなって思うんだけどな。いや、すごい光景だな、これ。黄金のタンスは多分、こっち向きじゃないか。多分こうだね。合ってると思う。あーくー、完璧。これで OK。いや、これ足りねえな。全然足りねえな、黄金家具。待って、なんか企画倒れな気がするぞ、これ。で、しっかり黄金系も敷て、 だなでなで壁側に向かってしっかりとやるこれ逆の方がいいんじゃないかあすごい光景だな黄金のベッドが3つあるんだけどやばこれで長い椅子でスクリーンスクリーンがなちょっとよくわかんねえなどっち向きがいいんだろうなんとなくこっちな気がするけどなこっちじゃねえかなで黄金の椅子をこっち側にやって であ、結構幅あるなあこれ。出たんすか。いやーちょっと待って。思った以上に足りねえなで、黄金のテーブルをここら辺に置いて、ちょっと待てよ。もうちょっとなんか探すわ。いや、すごい統一感だな、これ。いやー統一感がすげえわ。ちょっともうちょっと中古の飛び盛りから探してきます。 見つけたわーついにこのデータはやばいわこのデータがね、一番持ってたので、多分、これは間違いなく埋まりますね。あ、ちなみにこれ男の子なんで、誰もがね、女の子だと勘違いしがちなんですが、この子はちゃんと、劣気とした男の子でございます。OK! でだなよし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 埋めるぞちょ、絶対埋まるんで、これ。 間違いなく埋まります。これ全部黄金画面。なんでこれ金色のお家も o これ絶対違ええわ。で、ちゃんとやっていくオッケータンスだけで4つあるところがやべえよな。4つじゃねえ5つか。いや、これすごい部屋だぞ、マジで。いや、とんでもねえわ。いや、隠し倉庫がないからなちょっとこれがめんどくせえ部分ではあるが、黄金のベッド出して、黄金のベッドはしっり、 しっかりと逆側に向けて、壁際にやることによって点数アップを図ります。で、長椅子。長椅子これ完璧じゃないこれすごいな。マジで点数高くなりそう。で、スクリーン。スクリーンだけで4つあるしな。じゃ、スクリーンはちゃんとここに、こうしておいて、で、ここら辺もしっかり埋めていこうか。金。で、黄金。 え、この金の招き猫ってもしかして違うやつか。この金の招き猫違うやつだな。じゃ、これ回収して。よし、じゃあここら辺はこういう感じで、単体のやつで埋めていこうか。椅子。椅子は出せるね。オッケー。いや、これ難しいな、部屋の調整。いや、なかなかに難しいですぞ。いや、あれがあったらいいんだけどな。隠し倉庫ができてたらな。こんなのも簡単にできてしまうんだけど、 ま、残念ながら、ないものにすがるわけにはいかないので、しっかりと、この手押しで、やっていくしかないね。多分ここまで来たら、こっち向きの方がいいんじゃないかな。こっち向きにして、タンス系がな、よくわからんわ。どっち向きなんだろうっていう、感じなんだけど、多分こっち側じゃないかな。こう側で、これ、どっからでも開くんかな。あ、そんなことはないか。じゃあ、これで合ってるわ。で、多分タンス系は、 かなりいい感じなんじゃないですかね。こういうことだわ。オッケーで、で、もうちょっとあるはず。黄金、長い椅子。いや、悩むなー。どうしようか。おお、すごい部屋になってきたな。ようやく、統一感出てきたんじゃないですか。で、これでしっかりとここにスクリーンをもう一個、刺すことによって、 なかなかに点数アップにつながるんじゃないでしょうか。金の招き猫率高いな。で黄金のスクリーン何個持ってんだよ、マジで。ちょ黄金のスクリーンもう1個刺しますで。黄金のスクリーン刺す前に、これがね、なんかもう1個あった気がするんだよな。トーチはね、残念ながらちょっと2個しかないので、黄金の時計、で黄金のスクリーン。しゃあ、OK。 じゃないでしょうかあともうちょっとで部屋全部埋まるんだけどなーうーんどうしよっかなちょっと探してきますもう一回いやとんでもねえわまだまだあったわ黄金家具ちょっとこれだけあったらねもしかしたらこの部屋だけで10万点とかいけたりしねえかなさすがに無理か さすがにちょっと厳しいかな。こんだけ黄金家具があったら、10万点いけたりしねえかな。で、トーチがね、もう一個あったんで、トーチもしっかりつけていく。このトーチがね、何気に点数アップの秘訣になるんじゃないかなって思ってんだけどな。で、戦士像も出して、よし、ちょっとね、ここからが結構、大事になってくるんだけど、クローゼット。で、 なるべく家具の数多い方が、もしかしたら点数アップに繋がったりしないかな。よし、じゃあね、ここに多分何かしら入るんじゃないかな。これどけて、ちょ、これもどけて、ここにベッド入れようか。ここにベッド入れて、よし、で、ね、ベッドはしっかりとこっち向きにして、あと4つか。あと4ついけんな。こけ出して、やば、やばいな。で、スクリーン最後に出しとくか。 戦士像あっても無理だもんな。スクリーン出したら、どうっすかこれ待って待って待って、やばくないもうガチで黄金家具。すべて黄金家具にして、これで一体何万点になるのかっていうのをね、ちょっと検証していこうかなと思います。まずは本間さんに今の点数を聞いてみようか。あ、ちなみに2階は何も置いてないですね。しゃあ、というわけで、今の点数を聞いてみましょうか。本間さん。 えー、ただいまの得点1755点ということで、まあ、今2階は何も置いてないので、まあ、こんなもんかなっていう感じなんだけど、自宅の規模だと5万点。え、結構高い点数を要求してきますね。1階と2階だけで5万点いけってかこれ、ハッピーホームアカデミーから多分届いてると思うんだけど、まあ、間違いなくポストがパンクしてるから、来ないわなっていうね。 よーし、聞いたぞ、ほんまさん。ただ、1回と2回だけで5万点が理想なんでしょその状態で、あの、黄金家具で統一したっていうのは、かなりの点数になるんじゃないでしょうか。いきますせーの !10 万点来た <laughs> 待って、やっぱ <laughs>。うん。 10万9593点。一つの部屋で10万点突破するってやばいな。一階の部屋の印象がとても強いお家ですよね。まあ、それは二階何もやってねえからな。うん。一階の部屋が一番いいですね。うん。まずは、黄金のスクリーン。黄金のスクリーンの点数は1351点。あ、そうなんだ。 へえ、じゃあ俺、あの黄金のスクリーン5つぐらい設置してるから、あれだけでも5000点ぐらいいってるってことか。えぐいな。すごいな。わずか1つの部屋でもいけるんだな。 はい。というわけでですね。この黄金のスクリーン目の前に置いてあるこれがね、かなりの点数になってるということなんですが、1、2、3、4、5個かな多分今この部屋には5個設置してあるんだけど、まあね、この部屋を作れば、黄金家具で統一すれば、たった1部屋でもね、10万点突破できるということでね、皆さんもぜひ試してみてはいかがでしょうか今回はこの辺で会ってましょうじゃな